大国こたつさんです。こんばんは。今日はですね、ちょっと緊張してるんですけど、というのも僕の動画結構昔から見てくださってる方やったらご存知の方多いと思うんですけど、僕の代表作スペース猫穴、汚い飲み屋さんなんですけど、もうあえてここははっきり言わせてください、汚い飲み屋さんなんですけど、今日はそこに2度目行ってきたいと思います。今見返したら1回目行ってるのが2019年の8月26日だから2年以上もう経ってるんですけど、まだ YouTube 始めて2ヶ月ぐらいの時でしたね。いやー、ショッキングな飲み屋さんやったんで、もう忘れることはないんですけど、あまりにも今の状態が気になって様子見に来ました。もしかして電話も繋がらへんのちゃうかなって不安やったんですけど、お店はまだちゃんとやってはるっぽい。ちゃんと、俺お店って呼んでいいんかな。まあまあそんなことはええですわ、細かいことは。この奥ですね。この多く住んだとこにお店があんね。看板は壊れちゃってるけど、スペース猫穴。奥に進んでいきます。ドキドキする。どうも。タマさん、お久しぶりです。お元気されてましたか？失礼します。瓶ビールいただいていいですか？前回来たのが僕2019年8月なんです。だから2年以上。あれですね、なんやかんやその間店も休んだりしてたんで。あ、休んではったんですか？そのコロナの影響でとかですか？そうです。ありがとうございます。あ、当時と一緒や。当時。お久しぶりで。嬉しい。あ、どうも。久しぶりです。お疲れ様でございます。どうも。タマさん、おかわりないですね。まあ、相変わらず。相変わらずですか？相変わらず酒ばっかり飲んで。シュクシュクと。なんかちょっと片付いてる気するんですけど、気のせいですかね。人も来てないしね。ああ、散らかりようがないってことですか。うん、まあ散らかってるんですけどね。今日もなんかすごいスッキリしてる。前回が強烈すぎたんで。うわ、猫。びっくりした、中から出てきた。うわ。タマさん、今日何も食べてないんで、お任せしていいですか？はい。とりあえずね、でもあんま今日大して何もないもんでね。あるもの。はい、あるもので。慣れてもうたんかな？一回見て。何これ。楽しみやな。見てきましたっていう人来はりますよ。あ、ほんまですか？反響気になってたんですよ。
あ、結構来てくれてます、いろんな人。そうですね、昨日来た人もそう言ってたんですよ。嫌いなもんないです。はい、岡山出身ですよね。あ、そうです、そうです。まだ送られてくるんですか。あ、そう、岡山から。岡山からいろいろ野菜やら、ね、タイミングが良かったらね、なめことか送ってきてくれて。もう食べてもいいんですか。いただきます。うまっ。なんすかそれ、銀杏。タモさん、前、うん、前でも2年以上前の話ですけど、うん、テレビ取材とか全部断ってるみたいな、うん、言ってはりましたね。それは変わらずですか、スタンスは。うん、これ何ですか、牡蠣の。牡蠣のネギ味噌で。ネギ味噌。美味しそう。めっちゃうまそうですね。ねえ。タモさん、ここの飲み屋と、うん、スペースネコ穴と、清掃のアルバイトされてたって前回言ってはったんですけど、そのバイトは今も。結構空き時間とかできたんやないですか、この期間。何しはったんですか。しようと思ってたんやけど、結局何もしないまま、今に。散歩はしまくったな。散歩、うん。近所ですか、それか鴨川行ってとかですか。ああ、もう本当、いろいろ。もういろいろ。うん。遠出はしてないけど、はい、観光地とか行かへんやん。なかなか行かないですね。人少ないし、こう。人の少ない嵐山とか良かったな。ああ、新鮮ですよね。ね、清水の方とかも ね。そうそう。その散歩は一人ですよね、でも。山行ったりとか、その東山のトレイルコース、はい、数人で行ったりとか、まあ、散歩って言っても、どっかで飲もうかを挟みつつの散歩やから。はいはい。あ、でも一応アウトドア的なこともされるんですね。ずっとここで飲んでるイメージというか、勝手にそう思ってたんで。あの、屋外で、まあ、バーベキューのような飲みみたいなとか。そんなのしはるんや。うん、もう一つが自家聞いてるんちゃうかな。いただきます。うまそうやな。いただきます。めっちゃうまいです。年齢聞いた？怒られます？あ、全然全然。おいくつなんですか？今42。42歳ですか？一回り上ですね。タモさん、ご出身岡山じゃないですか？はい、もう帰る予定はないんですか？とか帰ってないんですか？うん、もう2年以上ぐらいか、2年ちょい帰ってないんですね。帰省するのも、まあ、ある意味苦行というか修行というか、はい、実家の人間がもう今酒飲む人おらんですよ。え、ご両親がってことですか？何、お酒をそんな好んでないってことですか？もともと母親とかも下戸やからあんま飲まへんし、はい、父親は酒好きは好きやってんけど、はい、病気して飲めなくなっちゃったから、はい、ご兄弟いらっしゃるんですか？兄弟もみんな出てるんですよ、はい、でその兄弟はそんな酒飲まへんから。まだタマさんだけですか、家系で。そんな酒大酒飲みみたいな、もんで、肩身が狭い。逆に、うん、仲はいいけどって感じですか？仲はいいけど、帰ってもすることなさすぎて早寝なあかんやん。することねえし、飲みに行くとこねえし、一緒に飲む連れもおらんし。記憶なくすとかないんですか？めちゃめちゃあります。あ、めちゃめちゃある。いまだにしょっちゅう、ますます加速度的に。やらかしたこともいろいろありながらって感じですか？そうですね、なんかベタに、あの、路上で寝るとか、財布なくすとか。ああ、でもその路上で寝るとかは、そのやらかしたっていううちに入らないんで、うん、日常というか、うん、帰りつけへんなー
眠いなと思ったら、まあ、路上というか通報されへん場所を選んで、うん、公園、あそこの倫理はギリギリ残ってるんですね。そうそうそう、あの通報されると邪魔くさいんで、はい、金かけの踏んだら飲みだけですか？もう飲みだけ、あとまあちょっとギャンブルで、あの競馬ちょっとだけやるぐらい。へえ。パチンコとかスロットとかしないんですか？パチンコスロットまで指定出したら多分ほんまに毎日とかなってまいそう。人生終わる、うん、競馬やったら週末しかないじゃないですか、やりたくても。限られてるから、限られてるから。ありがとうございます。はい、どっちどうぞ。うん、おいしい。熱燗とかっていきます？あ、いいっすか。じゃあそれ、なんか種類はお任せします。お願いします。ありがとうございます。あ、すいません、すいません。とりあえずお疲れっす。タモさん、こういう飲み屋やんの夢やったみたいな、なんか前おっしゃってた気がするんですけど。もうそうそうですね、夢というか、大学でもうとりあえず就職っていう頭がもう一切なかったんで、はい、自分が飯作って人に食わす機会が多くて、はい、これってなんとかぼしぼし食うていかれへんかなと思って、うん、就職氷河期やったんで、はい、50社エントリーして50社もうほんまにその書類の時点で落ちるみたいな、そんな折りやったから、断られるってすごいダメージ食らうじゃないですか、うん、否定された気がする。そうそうそう、もうしんどいですからね。もうせやし、まあ、面接までこぎつけたとって一次試験でこう落ちてとか、そんな一次面接で落ちてとか、そんな話聞いてると、はい、そんな否定されまくるの嫌やし、普通のアルバイトぐらいやったらなんぼでもまあこうね、うん、人足りてないところに行きさえすりゃ食うていけるし、まあ、まずはねそんなに必死になって就職するっていう必要性を感じなかったので。就活自体はやったんですか？一応一回もしてないです。あ、一回もしてへん結局、うん、怖いから怖いから。こたつ派どうやったんですか？僕もしてないです。大学の2回の頃に、うん、あの養成所の NSC に行ってるから、もう卒業の時もずっとそんな感じです。一切してないです。60とかなって飲み屋で阪神タイガースのなんか試合見て、おい金本打ってやとか言って、俺この時甲子園で活躍して、俺がもしこっち選んでへんかったけどこうなってたら俺はこうやってんとかっていうおっちゃんにはなりたくないなと思ったんで、だからこうやってみていけた無理やったっていうのを、はっきり、こう、自分の中で分かっておきたいなと思って。線通しといて、こう。そうです。で、まあ、お笑いも好きやったんで、あ、で、もう、とりあえずやってみようと思って。はい。そんな感じです。やった上でやったら物言えるけど、やってないのには言えへんしね。はい。自分もその飲み屋としては成功してるかというと、ここだけで食えてないので成功してるわけじゃないんですよね、うん、もうバイトしながらの、だけどまあまあまあそれはもう自分最初からそれでいいやと思ってたので、うん、やりたかったことなので、まあやってよかったなっていうのは。今幸せですか？あ、うん、面白いです。もうこれなかったら多分暇味にしてます。ね、暇すぎて。いやでも本当来てくれて嬉しかったです。あ、マジですか？そうです。まあそうです。ありがとうございます。ちょっと話はすごい聞いた。まあそういうこと。最初、まあ来てくれて、また来ますって言ってくれて、まあそこからいろいろコロナ云々あったから、こっちも開けてなかったりもして、はい、まあ来ないだろうなと正直は思ってたんですよ。でまあ、この今日連絡をいただいて、ああ、ほんまに来てくれたんやっていうのはすごい嬉しかったです。いや、僕も逆に受け入れてくれて嬉しかったです。2回目も。はい。YouTube やから、その、まあ、いろんな動画、いろんな場所に行かなあかんから、なかなかこう、来れへんし、で、プライベートで来たい気持ちもあるんですけど、こう来てしまったら、言ったら、状況を分かってしまうから、カメラ次持ってきた時に喋ることがないというか、こう、
嘘のリアクションしなダメじゃないですか。あ、だからあえてこう期間置きたいみたいな時も、すいませんあって、そうです、なんかいろいろ全部質問もなくなるし、ってなったらここの温度感もなくなるんで、ちょっとあえてこう距離離してっていうことをしちゃってたんですけど、でもマジでずっとあのいつか来たいなと思ってて、詳しくなったっていう失礼な言い方もしれないけど、まあ、こなれはったんちゃいます。あ、そうです。でもやっぱりそういう最初まだ YouTube し始めやったって言ってたけど、頑張ってる感というか。あ、そうです。そう、ちょっとあの力んじゃってたから、今はあのほんまの素のこたつ班というか、でも2年半前とかはこの頑張らな頑張らなが、まあ言い悪いかは抜きにして、そう自分的に見たらああちゃうなとか、編集の一つとってもあのいろんな効果音とか BGM とかわからないですけど、テロップとかも全部あこれ全然今言ったらちゃうのになとか、わあこんなんやってんなとか。でもそれってやらなわからんことですね。そうですね。だからだって恥ずかしい時期もやっぱ変だなとか、そういうやってみやんとわからんことっていっぱいあるんでね。そうですね。8時から別に終わりはないですよね。終わりはそうですね、特に決めてはなくって、12時の段階で誰もいい日があったらもう 寝ようかなとか思ってる。寝ようかな、もしくはどっか飲みに行こうかなって。ご結婚って？あ、したことない。したことないですか？未婚ですか？何でしょう、結婚願望が一切なしなんで、はい、不幸な結婚してた親じゃないんですけど、はい、楽しそうじゃなかったので、うん、自分の両親を見てるってことですか、うん、子供が全く欲しくないんですよね。子供嫌いって言ってましたもんね、覚えてます。あ、はい、子供いらんねやったら結婚する必要性が全く、うん、結婚イコールもちろん幸せでもないし正解でもないし、それぞれですもん ね、うん、ほんまに正解はないし。今後の気持ちとしてはあれですか、そのこのスペース猫穴をのんびりというかぼちぼち続けれたら幸せやなって感じですか？それが理想ですよね。これ一本にならないようにはしたいなと思って、トモさんぼちぼち行きますわ。ごちそうさまです。2000円いいですか？ 2000 円いいですか？はい、すみません、なんか 腹の膨れるものもなし。いえ、とんでもないです。美味しかったです。ごちそうさまです。ありがとうございます。本当ありがとうございます。いえ、楽しかったですね。おかすファンとして来ていただいても、個人的に来ていただいても、はい、また必ず寄らせてください。たまさん、またあ、いいですよ、そこで。はいはい。はいはいはい。まだお元気で。バイバイ。ありがとうございます。はいはい、バイバイ、おやすみ。タマさんがお元気でよかった、安心した。1回目行った時となんか印象変わった、慣れてしまったのかどうか、不思議やけど、もうとにかく魅力的なお店には変わりなかったんで、よかったです、よかったです。なんかなんて言っていいか難しい、でもよかったです。またお会いしたいですね、元気なお姿みたいです。ほな、入ります。バイバイ。